テーブスが打っていく。さあどうか、来た、ブザービーターとなりました。驚きましたね。これは何度見てもすごいですね。これ橋本選手も素晴らしいディフェンスです。ファールにならないようにボディコンタクトだけ取ってですね、前半を終えたいところですね。スコットのショーディフェンス、これを振り切る河村、回り込んで外、森川スリー、どうか、来た、しかもファールあった。ドリブルを止めないで粘ってこのアシスト。15分駆け寄ってきて、これはディープスリーになった、どうか、決まった、決まった、サム・スコットが決めた、ブザービーター。やっぱりインサイド、ペイントエリア内でね、非常に献身的なプレーというところ、目を見張るものがありました。ただ最後ブザービーター、このサム・スコットのスリーポイントが決まりまして、45秒を切っていくか。激しいディフェンスだ、木村が打って、今日も木村だ、今日も木村、これはすごい、なんというクラッチな男だ。もう鳥肌が立ちまくりです。木村があの体勢でこのシュートを決めた。これが新潟の勝利への執念、そういうことですね。ただ7秒です。さあここはスリーポイント、スリーはまず打たせたくないところですが、河村打ってくる、ファウルだった、そしてバスケットカウントになった。ただ見ます、チェックします。これが残り8秒、ヒットのスリーポイント入った。いや、沈めてきましたね、ヒット選手。ブラックシアーメイヨ、ショットクロック2秒、メイヨタフショットになりました、決めてきました。あれ、これはお見事、ニックメイヨ、ね、共に最後はスリーポイントだったんですけれども、これメイヨのこれスーパータフショットですね、高橋さん。そうですね、キッド選手はきちんとインラインというオフェンスとリングの間に立って、伊藤が拾い直して、あ、取りましたね、あ、パスが通らない、取り返して細川、細川のスリーポイント、来ましたね。第2クォーターの終了間際、最後は細川が決めてみせた、今日4本目。しっかりと残り時間をものにしてみせました細川一輝。ここもね、ディフェンスのところで佐々木選手がね、しっかり中まで詰めてたんですよね。なるほど、それがまたこの細川のスリーを生んだわけですね、はい、ここもザックが行きます。2秒というところ、ガードナーが打っていく、おー、ガードナー、オフェンシブモンスターが会場を沸かせた。このビッグショットが決まりました、ガードナー。そして今高橋さん、1分28秒が残っていて、気づけば5点差です。佐藤からもう一度富樫です。富樫、おお、金丸落ちる。さあ奪い返した群馬だが、残り1秒、涙とのショットは、あー、決まった。ね、入ると思ったっすわ。あ、そうですか、はい、何でそう感じました。3点リードで前半を終了しました群馬です。ハーフコートラインのところからこれです。素晴らしい前半の終わり方しましたね、群馬はね。群馬としては一度追いつかれて嫌な流れにもなりかけたんですが、3点リードで前半を終えました。34対31、前半終了しています。